ボーンマス公共楽団はイギリスのオーケストラである。かつてはイギリス南部の都市ボーンマスを本拠地としていたが、2006年から近接する都市プールに拠点を移している。1893年、ボーンマス市立還元楽団として設立。当初は管楽器奏者のみで構成される小オーケストラだったが、ほどなくフルオーケストラに拡大し、 イギリスの同時代作品の演奏を中心に活動した。エルガーやホルストも自作を指揮している。1954年、チャールズ・グローブズ在任中に現在の名前に改称以降、コンスタンティン・シルベストリ、パーボ・ベルグルンド、アンドルー・リットン、マリン・ウォール・ソップらが主席指揮者を務めた。2008年からは、ウクライナ人若手指揮者のキリル・カラビツが、 主席指揮者に就任している。レコーディング活動も豊富に行っており、300枚以上のディスコグラフィがある。主なものに、パーボ・ベルグルンド式のシベリウス公共曲前集、グラミー賞を受賞したアンドルー・リトン式のウォールトン、ベルシャザールの共演などがある。近年は、ナクソスレイベルへの録音が多い。かつては、姉妹楽団として、 より小規模な作品を演奏するために1968年に設立されたボーマスシンフォニエッタというオーケストラが存在した。このオーケストラは後に独立した楽団として演奏、録音活動を行ったが、1999年に財政的理由で解散している。ありがとうございます。